天気もいいことですね。昨日ちょっと雨だったんですけどね、今日は天気でですね、今日はいいね。そうですね、気持ちいいですね。このままずっといれば、そう、ここにここに、そう、止めてあげる。ありがとうございます。面白いよね。あ、そろそろこうやってね。伊藤さん、はい、そうそう、競争始まります、レースが始まります、はい、ぜひとも新田さんにはね、当てていただきまして、的中させていただきまして、グリーン車で帰っていただきたいと思いますね。そうですね、はい、ぜひ帰ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました、はい。さあ、いよいよドリームレース、選手がバンクへと向かいます。大きな背中、ひときわ大きく見えるのが海田和弘、まあ、この人の背中もダービーを取りまして、また大きく見えますよね。そうですね、はい、もう一躍全国区になりましたし、まあ、全国区といえばもうこのドリームレースに選ばれるためには、自分の所属する競輪場ではもちろんファンの方々は地元の選手を投票しますけど、やはり他の競輪場でも投票してのベスト9ということになりますから、いわゆる全国区の選手ですよね。全国ですね、はい。第11レースのドリームレース、これから選手の入場になります。F1 選考にさらに磨きがかかりました。1番の吉岡利政、その吉岡を先頭に今選手の紹介が行われます。ドリームレース選手入場。1番吉岡利政選手福岡、2番滝沢正道選手千葉、3番神山雄一郎選手栃木、4番稲村成弘選手群馬、5番田原信之選手北海道、6番有坂直樹選手秋田、7番鈴木誠選手千葉、8番高木貴博選手神奈川、9番海田和弘選手三重、場内でビッグスターが9人それぞれ紹介されました。さあ、それでは実況でお楽しみいただきましょう。磯一郎さんです。まさにオールスターで11レースのドリームショーが行われます。ビッグナインの登場です。白鳥さん、これだけメンバーが揃う、やはりファン投票ならではですね。そうですよね。ですからね、はい、これだけその大型選手がね、果たして決勝でね、そうですね、ね、ま、何人このうちから何人また乗ってくるかですよね。そういった意味では本当にこのドリームレース、まあ、オールスターならではの競争になりますよね。そうですね、それでは改めて内側から選手をご紹介してまいります。1番が福岡の吉岡利政、2番千葉の滝沢正光、3番が地元栃木の神山雄一郎、4番群馬の稲村成弘、5番北海道田原信之、6番秋田の有坂直樹、7番千葉の鈴木誠、8番神奈川の高木貴博、まそして9番三重の海田和弘。このベストナインでドリームショーを行います。距離は2500m、バンクは5周で争います。平鳥さんがおっしゃったように、本当にこの9人が何人決勝戦に乗ってくれるかどうかですね。そうです、これだけは全部が乗ってくるということはおそらくね、考えられないですよ、また。しかしファンが選んだベストナイン、まさにこう新しい時代の競輪という感じで、動ける人がね、ほとんどですからね。そうですね、あえて言えば田原信之が追い込み型。11ナスの発想でございます。F1 選考の吉岡か、あるいは海田のパワーが爆発するか、そして地元ラインを形成します神山と稲村成弘。なんといっても神山雄一郎、それから稲村、あとは有坂、この3人だけがタイトルないだけですからね。そうですよね。しかも神山はあの函館のふるさとを勝ってますからね。ビッグメンバーの対戦で11レースのドリームショーが行われております。吉岡が先行を取りました。このところ白鳥さん、吉岡がやはり堂々と、ね、そうですね、先行を取りますね。またそこにね、彼の本当の強さがね、はい、また不安がね、
染みついてくるんですよ。そうですね、やはりこの辺りがファンの支持があるというところでしょうね。そうですね。しかも2年連続、まあ、中野浩一さんの引退の後を受けてまさに見事にその大役を果たしてますよね。もう立派ですよね、はい、2年連続ファン投票第1位の吉岡が堂々と成功を取ります。俵伸幸がマークを取りました。そして有坂直樹、三日本勢がマーク、まあ、ドリームレースならではの俵と有坂が九州の吉岡にマークですね。そうですね。ガイダが中段、まあ、4番手です。8番の高木、そして7番の鈴木誠、2番の滝沢正光、4番稲村に3番神山雄一郎、各選手の折り合いがつきました。体勢固まりましたね。だいたい並びそのものは固まりましたね、はい、これであとは稲村が出ていく、はい、それにどんどん切り替えていくのが7番2番がそれについていく、やはり69回生ですから稲村がこの豪華なメンバーの胸を借りるつもりでね。そうですね。そうすると今度は9番の階段もまたそのラインについていくところになりますからね、はい、誰かを利用するよりもむしろ自分でかけたい面々が揃ってますからね。残り3周です。吉岡が正攻法を取っております。吉岡利政が正攻法、5番の俵信之、2番手、3番手が有坂直樹であります。4番手に海田和弘、立川のダービー王海田は4番手回り、8番の高木がマークを取ります。そして7番の鈴木に2番の滝沢正光、4番稲村に地元3番の神山雄一郎、こういった体制全く変わりません。まあ当然稲村が仕掛けていくんでしょうけれども、白鳥さん、はい、しかし中段からはね、階段も行きそうですしね。そうですね。鈴木も動いていきそうですし ね、ですからね、やはり500のグラウンドだから、はい、階段は無理した先行を取らずに中段から一気にまくりを狙ってくるでしょうね。そうですか。鈴木がどんな動きをするのかちょっと注目したいですね。鈴木はとにかくこの動いた中の4番手以内をキープしたいでしょうね、はい、滝沢を後ろに回して鈴木は現在6番手前であります。ちらっと4番の稲村の位置を確認した感じ、稲村がまだ上がってきませんね。バカにね、ここのとこみんなも落ち着いてますから。ちょっと高木が牽制して海田との距離を置きましたが、どうですか、タイミングをかって高木が飛び出していくかどうか。3コーナーのカーブ行きませんね。まだないですね。高木やはり飛び出してきましたね。階段マークでありません。高木が一気に行きます。高木が行きましたね、はい、高木が主導権を取って第4コーナー回りました。千葉の2人がマークを取ります。さあ全日本選抜競輪を勝った8番の確率先行を取りました。残り 500m マーク、7番の鈴木、3番手が滝沢、3番手が滝沢です。そして9番の階段は4番手、さあ吉岡後方6番手、7番手、吉岡7番手、中段から階段のまくり、中段から階段が猛然と回っていきます。さあ2番手から今度は鈴木、3コーナーのカーブ、鈴木のまくり、鈴木のまくり、滝沢がついた、千葉の谷か、千葉の谷か、大外から1番の吉岡、大外から吉岡も来る、4コーナー回った、千葉の2人か、外から吉岡、千葉の2人と吉岡の争いになった。さあ7番手滝沢、滝沢です。勝ったのは滝沢、勝ったのは滝沢です。ベテラン滝沢が堂々とバンクの真ん中を差し込んできました。白鳥さん、はい、滝沢がまだまだ俺の時代だというばかり。そうですね、見事な直線の差し、ね、やはり千葉の2人はすごいですね。すごいですね。また鈴木が一気に思い切っていきましたね。3コーナーでね、まくって滝沢、神山イン、そして吉岡も力できたんですが、わずかに2番の滝沢正光、そして3番神山雄一郎が2着に食い込んだようであります。それにしても見せ場を作りました高木、その高木を使った鈴木のまくり、鈴木につけた滝沢が直線差し込んでおります。わずかに2番の滝沢正光、そして3番の神山雄一郎が2着に入ったようですけれども、正式な決定までしばらくお待ちいただきたいと思います。斉藤さん、滝沢が勝ったようですね。そうですね、はい、はい、さあどうやら千葉の滝沢正光が勝利を収めた模様ですが、この競争まだ確定が出ておりません。確定が出ておりませんので、お手持ちの投票券大切に保管をしていただきたいと思います。まあそれにしても白鳥さん、はい、やはりこのメンバーですと手に汗握る展開となりますね。やはりね、各選手がそれぞれ全部動けるでしょう、だから
本当に最終的な展開っていうのはもう読めないですよね、そうですね、もう激しい動きのある縦の競争だったですからね、そうですね、はい、さあどうやら滝沢が1着の模様であります。しかしまだ確定が出ておりません。お手持ちの投票券大切にお持ちいただきたいと思います。さあ滝沢ゆっくりと今控え室へと戻っていくところであります。でまた高木が先行しちゃうとはまた思わないしね、意外な展開だったですね、高木が逃げて7番の鈴木が追走、3番手に滝沢、滝沢、うん、はい、その声をね、階段が行って階段がまくっていく、はい、それに合わせて鈴木がすぐに仕掛ける、縦への競争ですからね、さあ間もなく確定が出るかどうかと思われます。ここで確定放送です。決定、1着2番、2着3番、3着1番。中期レースの花札式にお知らせいたします。連勝短式2着6200等円、2着6200等円。それにしてもオールスター競輪、宇都宮競輪で行われております。2日目でありますがよく荒れます。最終のドリームレースも6000台の払い戻し金になりました。1着2番滝沢正光、2着が3番の神山雄一郎、3着1番吉岡俊政、連勝短式2-3で6200等円と高配当になりました。さあそれではここで早速 VTR でこの競争を振り返っていきたいと思います。ドリームです、どうでしょう。静かな展開だったですね、赤番過ぎてももうずっと折り合ったまま、そうですね、はい、でまあ、9番の階段の声にね高木がいるから、まあ、階段の動きに高木がね、乗っていくのかと思ったらこれがまた逆なんですよね。あ、そうですね。で稲村が割合とね仕掛け遅れっていうかね、なんか動きがね、期待された動きできなかったですね。もう赤番過ぎて 1,2 コーナーのあたりで行くかと思ったんですけどね、前の動き、前が動くだろう動くだろうって前を当てに過ぎた感じがありますよね、でここが高木が行ったんですよね、はい、稲村の前に高木が仕掛けていきました。そして追走したのは稲村で、吉岡がここでちょっと突っ張った感じになりましたね。そうですね、突っ張って、はい、それをねさらに9番が仕掛けて、で9番の後ろに4番が入ったんですね、階段が詰めた勢いでまくっていこうとしませんでした、だからこれまくっていったんだけど もうまくってくればもうすぐに鈴木がね、仕掛けてるからそう簡単にいかないですよ。でもう7番2番と抜け出して吉岡がその外をねさらに燃え尽きても滝沢もねあれだけ力を貯めているわ、直線でスピードはもう吉岡はその以前に力使ってますからね、そして神山も切り替えてよく3着来ましたね、2着2着に来ましたね、はい、ということでドリームレースの確定です。1着2番滝沢正光、2着が3番神山雄一郎、3着1番吉岡俊政、連勝短式2-3で6200等円の払い戻し金でありました。ということでこれから滝沢選手の表彰式ということになるわけなんですが、まあ、ベテラン健在、千葉の滝沢正光ここにあり、そういった競争だったですね。そうですね、やはりスピードそのものは全然衰えてないですからね、ただ前のように先行しないためになんか1取りでその力と成績がずっとつなげる安定感がまあなくなりましたけども、スピードそのものはもう全然衰えはないですから、そうですよね、ああいう展開になればもう十分、もう頭できますよね。そうですね、千葉の高木が行ってそして鈴木が行って滝沢という展開になりました。さあ黒のユニフォームの滝沢正光、これから表彰を受けるわけでありますが、ドリームレースでここで1着を取ったんですかね、はい、ではここでインタビューです。しました滝沢正光選手です、おめでとうございます。どうもありがとうございました。はい、ファンの皆様のたくさんの声援を受けましたが感想はいかがですか。いや信じられないし、はい、以前にもこの宇都宮でオールスターを取ったんですけども、自信の方はどうでしたか。最近調子があんまり良くないっていうか優勝がなかったもんですから、
でも宇都宮競輪場は自分がすごく得意にしてるとこなんで、今日もなんか一発吉岡君とかああいう若手の先行やとうまくレースができたらいいなと思ってますけど、一着は取れると思われませんでした。これから二次予選そして準決勝とあるんですけども、これからの意気込みなどありましたらお願いします。今日はうまくこう番手で追い込ませていただいて勝てたんですけど、これから自力のレースになってくるんで苦戦すると思うんですけど、一生懸命頑張りたいと思います。はい、たくさんの、ね、ファンの皆様の声援がありますが、最後にファンの皆様に一言お願いいたします。本当に今日の一着はすごく思い出に残るいい一着だったんで、この一着をこれからの自分の支えに頑張っていきたいと思います。今まで以上に応援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、見事ドリームレース、果たして東大の二分線になるかどうか、斉藤正義。